三葉銀次は果樹組という非指定暴力団体の構成員です。この男もこの一座の出身です。俺のひとときの幸せもまた簡単な夢か。一応他の脚本家も用意しといて。書けねえよあんたじゃ。因縁を持った二人が再会をして、落ちぶれた銀次に佐野助は情をかけた。なんとかします、なんとかしますか。なんとかできねえからこんなことになってんだろうが。物語の話だろう。台本ってのはな、日記じゃねえんだから。昔の記憶がないんです。もうなんかもう作り話なのか本当の話なのかもうわけわかんなくなっちゃってさ。夢で終わらせた方がよくありません。俺は書くわけにはいかない。新国劇の創始者沢田庄次郎先生からいただいたその新小劇の火を消すわけにはいかない。俺はもう役者ができねえんだぞ。わざと俺の目を狙ったんだろう。椎木幹人、奥田浩二、空野京之介、里村義孝、実川照美、実川加賀。どうしてライバルである佐野助に何言ったの。これがよくわかんない。あんたなんか知ってんじゃないか。簡単